今日未明、帯広のコンビニエンスストアで現金が奪われる強盗事件がありました。帯広では大晦日と元日に同様の事件が起きていて、いずれも逃げた男は店員が一人の時に陥っていたことがわかりました。今日午前1時半ごろ、帯広市西五条南41丁目のセイコーマート稲田南店で。 男が店員に包丁のようなものを突きつけお金出してと脅し現金数万円を奪って逃げました帯広市内では先月31日大みそかにおよそ5キロ離れたコンビニで強盗未遂事件が元日にはおよそ3キロ離れたコンビニで現金およそ13万円が奪われる強盗事件が起きています その後の取材で逃げた男はいずれの事件でも店員が1人の時に押し入っていたことが分かりました男は身長165センチくらいの小太りで警察は同一犯の可能性があるとみて調べています